私、本当は横手すずと言います。横手すず。ところで、あなたたち、名前は？名前？ゆずきゆうなだ。冬リリエソウルゆうなだよ。ゆうな！なんだこいつ。怖いよ、ゆずきくん。やっぱり二宮さんから聞いたときは耳を疑ったけど、本当にゆうななのね。しかも二人も。私はやっとゆうなに出会えた。高島ゆうな様への道を見つけたわ。勇者誌イブン、不要ゆうなは語り部となる。第3話、 Who knows most speaks least。SNS もアカウント名は全部鈴木優奈で統一してるの、文句ある？あなたたちこそ優奈って名前のくせに高島様に全然似てない。高島様の奥ゆかしい性格、無垢な微笑み、輝くカリスマ性、何もない。君は高島優奈本人に会ったこともないだろう。私は高島様のことなら誰よりも詳しいわ。二人ともいい加減にしろ。うどん屋の中で騒ぐな。他の客に迷惑だろ。うわ、ごちそうさま。まあ、当てが外れたのはお互い様か。じゃあ私は帰るね。用はもうないみたいだし。あ、行っちゃったな。ごめんね、ゆずきくん。今回は完全に私の調査ミスだ。というか、ずいぶん癖の強い人だな、横手さん。高島優奈へのこだわりが強いというか。そうだね。私のスマホで彼女の短文投稿 SNS をフォローしているんだが、見てくれ。高島優奈のことばかり書いてるな。うん。図書館で高島優奈の記事をスクラップしたとか、テレビの歴史番組で高島優奈の出ているシーンは全部録画したとか、高島優奈の同人誌を作ったとか、高島優奈しか勝たんとか、推し活高島優奈とか。そう、彼女は重度の高島優奈信者だ。戦国時代の武将好きと同じようなものか。9世紀の勇者のファンって。私たちが高島優奈と関係あると思って興奮していたくらいだからね。しかし、横手すずか。どうした？気になることがあってね。数日後の夜。電話？リリコ。もしもし。矢崎くん！耳元で叫ぶな。新事実だ。何だ？横手すずくんの母親は730天災の時、四国外から渡ってきた避難民だよ。え、そうなのか。くぶくりん間違いない。あらゆるつてと方法を使って調べ上げた。どうやって調べたんだ。お前の調査能力には本当に恐れいるよ。あれ、なんだ。おい、どうした。窓の外に人の気配が。いや、多分気のせいだ。うちはマンションの6階だし。上里様。いやそんなない。キモとかく、むちゃうせとも。冗談だ。
風邪か何かだろ。それより横手のことだけど。ああ、そうだね。興味が湧いたかな、ゆずきくん。横手すずくんは私たちと全く同じ境遇と言える。四国外からの避難民の子供か。避難民だった私の母とゆずきくんのお父さんはすでに亡くなっている。当時の四国外のことについて話を聞くことはできない。でも横手くんのお母さんはご存命だ。私は横手親子からもっと話を聞きたい。もう一度会いに行ってみよう、横手くんに。そうだな。ところでやっぱり外の気配のことが気になるから、今晩は君の部屋に行って寝ていいかい？一人で寝ろ。ゆずきくん！見つけたよ、横手すずくん。また来たのね、あなたたち。ああ、二宮さんから。あんたは放課後よくこの海に来てるって聞いてな。見つけられてよかった。今度は何の用？君の母親は9世紀四国外からの避難民だったそうだね。どうやって調べたの？それは秘密だ。私たちは勇者部、9世紀の真実を記録し保存する活動をしている。ぜひ君のお母さんから9世紀当時の話を聞きたい。勇者部？何それ、よくわからないけど無理よ。なぜ？お母さん当時のことは話したがらないの。私にも絶対に話してくれない。ねえ、海の向こうあの橋が見える？来島海峡大橋行ったよな。そう、9世紀四国と本州をつないでいた島並海道の一部。お母さんは2015年の夏あの橋を通って四国へ来た。私がもっと幼かった頃、母は時々ここに来てあの橋を見てたわ。橋を見に行った日はなぜかお母さんはいつもより優しくて、私の好きなお菓子を買ってくれた。だから私は今でもあの大橋が好き。でもお母さんが何を思っていたのか、きっと昔あの場所で何かがあったんだと思う。私も本当はお母さんからもっと話を聞きたい。でもならば私たちに任せてくれ。完全絶後の尋問術で難産不落のお母さんから当時の話を聞き出してみせよう。どうやって？え、具体的にはどうやって？あ、こいつ何も考えてなかったな。タイム！ちょっと作戦を練る。ゆずきくん、こっちに来てくれ。さて、どうしよう、ゆずきくん。自分の言葉には自分で責任を持て。一緒に考えてくれ。そうだな、だったら。どうしたの？横手くん、私の全力を見せてやる。全力？頑張れリリー。はぁ、すずお姉ちゃん、私9世紀の話を聞きたいな。四国に避難してくるとき何が起こったの？ねえねえ教えて、すずお姉ちゃん。幼女兼美少女によるつぶらな瞳で全力甘えを抜かい。これはなかなかの攻撃力。誰が幼女？恥ずかしい。こんなことをやったのは初出演だったドラマ以来だよ。だがどうだ
力と可愛さを持ってお願いすれば君のお母様も陥落だ。全然ダメね。天使の化身とも呼ぶべき可愛さの集合体のような高島様の足元にも及ばない。そんなんじゃ私は落とされないわ。別にあんたを落としたいわけじゃないが、それにリリの可愛さが高島優奈に負けてるとは思えないけどな。知らないけど。矢吹くん、抱きつくな、離れろ。とにかくもう一度作戦を練る。今度は私が考えた策だ。何をやる気？気が進まない。成功したら約束の報酬1000円をもらうからな。おい、すず。大好き。何これ、いきなりイケメンな感じ。そのうるさい口を閉じろ。私は誤解されてる。ファンタジーが現実に。お前は俺の言うことだけ聞いていればいいんだ。2015年、あの時何があったのか教えろ。素直に話せばご褒美をくれてやる。合格。いや、一体何をやってるんだ私は。横手くん、すでに SNS などの投稿から君の趣味思考は分かっていた。君は高島優奈フリークであると同時に少女漫画や乙女ゲームなども好む。弱点をつき陥落することなど炊飯ガトだ。いや、横手を陥落させてもやるわね。あなたたちの熱意には負けたわ。あなたたちならきっと母の口を割らせることができるはずよ。あ、任せてくれ。任せていいのか。愛媛となるとやはり移動だけで時間がかかるね。電車の窓の外もかなり暗くなっているよ。なあ、横手は説得できたけど本当に母親から話を聞けるのか。もし聞けなくても会えるだけで意味はあるさ。横手くんは変なところはあるけれど歪んでいない。前向きに明るく生きている。それは横手くんの母親が強く真っ当に生きているからだと思う。ああ、そうかもな。2015年のことを話したがらないのは多分何か辛いことがあったから。でも彼女はそれを精神的に乗り越えたんだ。そんな人と話すことはきっと価値がある。翌日、私とリリは横手すずの母親に会った。すずの母、横手まつりさんは意外にも気さくで明るく、9世紀の終わり頃にあったさまざまなことを話してくれた。驚いたことに彼女はあの高島優奈と共に四国へ渡ってきたらしい。話している時、まつりさんの語り口調はずっと迷いがなかった。ああ、私はこの口調を知っている。この表情を知っている。あの上里ひなた様と同じだ。全てを乗り越えた上で前を向いて生きている人のそれだ。よし、昨日の横手まつりさんから聞いた話をノートにまとめ終わったよ。すごい、話してたことほとんど漏れなく書いてある。よく覚えてるな。初毛侵略。カラスの組子までいたのは少し驚いたけど、それにしてもとても頭のいい人たちだよ。カラスマさんもまつりさんも決定的な部分は隠しながら話していた。むしろゆずきくんの名前の由来を聞けたことが最大の収穫かもしれない。というか、あのカラスマって人は何なんだ。高島優奈の巫女だっけ。やけに存在感があったというか。いろいろな伝説がある人だよ。巫女随一の武闘派で逆らう神官100人を
人一人素手で殴って上里様に従わせたとか、巫女なのに勇者よりも強かったとか。さすがにそれは嘘だろう。竜が発見！うわ！びっくりした！え、横手くん？なんでこの学校にいるんだ？わざわざ来たのよ、愛媛から。観音寺って遠いのね。そりゃそうだ。ゆずきさん、ふようさん、昨日はありがとう。やっと母から話を聞けてすっきりしたわ。というか母が高島様に助けられて四国へ来ていたなんて、また新たな高島様情報を聞けたわ。やばい顔してるな。怖いよ、ゆずきくん。横手、リリが怖がるから普通の顔に戻ってくれ。いけないいけない、高島様のことになるとつい正気を失ってしまうの。危ないやつだな。ねえ、二人ともお願いがあるわ。お願い？私も勇者部に参加させて。